トイックに役立つ海外ドラマっていうのを紹介したいと思います。Hello there! 始まりました。モケチャンネルです。今回はですね、トイックに役立つ海外ドラマっていうのを紹介したいと思いますね。まあ、海外ドラマっていろいろあると思うんですけど、トイックに役立つものって言われるとですね、ちょっとですね、だいぶ限られるっていう印象ですね。まあもちろんですね、海外ドラマでいろいろですね、この英語を勉強するっていうのもまあ楽しんでできるんだったらいいんですけども、まあトイックやるにあたってですね、やっぱこの、やっぱりオフィスの場面ですね、それが分かるっていうのが、非常に役立つので、そういったですね、ドラマを紹介していきたいと思いますね。で、まずですね、ドラマっていう表現ですね、ドラマって言っても、普通言わない表現なので気をつけてください。かなりのですね、アメリカ人とかが日本に来て、うんって違和感を覚える英語なのでですね、じゃあドラマって何て言うのか、TV ショーって言いますので、ドラマとは言わないのでそこ気をつけてください。前にですね、本作った時にナレーターがやっぱドラマとは言わない、ここ TV ショーにした方がいいよって変えてたりとかですね、セルタコースっていうですね、コースを取ったんですけど、英語教授法の、その時もですね、オーストラリア人とかアメリカ人がですね、本当になんで日本はドラマって言うんだろうですね、言わない、 TV ショーなのにって言ってましたし、この間大学で教えてた時に横でアメリカ人が授業してるんですけど、それがすごい声聞かないんですけど、その人も同じこと言ってました。日本人ですね、ドラマってよく言うけど TV ショーですからねって言ってましたから、そうなんですよ。それぐらいやっぱちょっと違和感を覚えるですね、単語なので気をつけてください。はい、それではですね、紹介していきたいと思いますですね。まずですね、最初に紹介するのは、まあその名の通り The Office ですね、オフィスのですね、ドラマです。まあこれが、自分にもすごく役立ったというか、あ、オフィスってこういう感じなんだっていうのが分かったんですよ。アメリカってこんな感じなんだ。で、まあマイクル・スコットですね、私のですね、2番目に好きなですね、スティーブ・カレルっていうですね、コメディ俳優がやってるんですけども、ですね、1番はいずれ紹介しますけど、非常にもうコメディでですね、面白いんですよ。もうふざけまくってるやつでですね、このスティーブ・カレルもですね、やってるですね、マイコーもおかしいし、ドワイトですね、っていうのもものすごくおかしくて、で、その他のキャラクターたちもすごく面白いですね。ジムとパンがいたりとか、アンディ、そうですね、アンディはですね、エド・ヘルムスがやってる、まあ最近はもうエド・ヘルムスね、もう自分で映画とか主演でやってるんですけど、コメディなんで日本に来ないんですよね。やってて、ハングオーバーって言いましたね、で、ハングオーバーは日本に来たと思いますけど、にも出てる人ですごく面白いんですけど、まあ、ペーパーカンパニーなんで、この紙っていうのがですね、このいわゆるオフィスサプライズっていうのでトイックによく出てくるやつですけど、そういったものを供給する会社になっていてですね、いろいろまあ会議だったりとか、で、取引先との連絡の場面だったりとかですね、オフィスっていうのがどういうふうなですね、ものなのかっていうのも分かるし、さらには倉庫ですね、倉庫よく出てくる、ウェアハウスっていうのすごく出てくるんですけど、トイックにですね、それがどういうふうなのかっていうのもよく分かるので、非常におすすめです。ただしですね、よろしくない点が1点ありますね。何かって言ったら、日本で見れないということです。まあ昔は、配信サイトとかでも見れたそうなんですけど、今はないんですね。そうなんですよ。日本ってコメディが本当に来ないので、そうです。自分自身がアメリカに一番住みたいと思う理由はそれなんですよ。ですね、コメディ映画とかが来ないっていうのなんで、なので今は見れるものがないです。なんで多分まあブルーレイとかでなんかプレステとかですね、別の地域でも見れるやつとかじゃないと見れないので、それが一番の問題ですね。次二つ目におすすめするものはシリコンバレーですね。これバレーって日本ではシリコンバレーって言うんですが、バレーですので発音ですね、シリコンバレーですね、でこれはいわゆる天才ですね、プログラマーというかが、それがこうすごいものを開発して、で、まあ、成り上がっていく中で、なんで、まあ、いろいろなネット関係の言葉も学べるんですけど、そのビジネスでこう、ですね、こう上に上がっていくのが分かるので、このビジネスシーンも分かるっていう感じですね。なんで、それが、現代オフィス的な感じですよね。いわゆる会社に行ってやるっていうのより、なんかもう家みたいなところでですね。そこでやるっていうので、ちょっとまあ現代的なオフィスの状況とか現代的なビジネスをちょっと学ぶことができる。まあ、トイック自身にそんなにビジネスみたいなのは出ないんですけど、
ちょっとそういう場面が分かるのがいいかなと思いますね。メインキャラクターリチャードですね。でそれを取り巻くですね、面白い関係、まあビッグバンテオリーみたいな感じでですね、オタッキーな人がこうやって出てるんですけど、だからちょっとコメディなんですよ、コメディなんですけど、まあちょっとまあビッグバンテオリーを狙った感じもちょっとありますけど、まあまあ面白いは面白いですね。ジェラルド役のザック・ウォッズですね、ザック・ウォッズなんかは、でオフィスにも出てますね。はい、問題点ですね、非常に大きな問題点があった、チャンネルが HBO なんですよ。HBO なんで、HBO っていうのは非常にあの、まあ、大人向けのところなんで、ジョークがダーティーですね、非常にですね、かなりセクシャルジョークとかですね、もうありますし、あとはそうですね、人種のジョークが結構入ってますので、その辺ちょっと受け付けらんないなっていう人にはちょっとおすすめできないかなっていう感じですね。はい、で続いて3つ目ですね、アグリベリーですね、このベティですね、がこのファッションの、ね、会社で働き出してこうですね、こう上がっていくっていう感じのドラマになりますね。まあ心温まる感じの泣けるシーンもいっぱいあるドラマですね。一時期まあすごく流行りましたので、知ってる人も多いんじゃないかなと思いますね。なので、DVD から何から何まで手に入る、ものだと思います。日本でもですね。で、まあ女性もの、男性がこう頑張るのが好きな人がですね、多いに合うんじゃないかなって思いますね。で場面がこのファッション業界ですね。ファッション誌なんで、ファッション誌のところで働く場面なので、まあファッション業界に興味ある人とかもいいんじゃないかなと思いますね。ただまあやっぱりちょこっとやっぱね、トイクと離れちゃうので、ファッション業界っていうのですね、なかなかちょっと難しいかなって思いますね。まあファッション業界の会社をちょこっとだけ見たいっていうんだったら、別にですね、The Devil Wears Prada とかですね、The Devil Wears Prada っていうのは、あれですね、この映画ですね。ああいうまあストーリー的にもちょこっと似てますよね。で、まあ主人公がですね、ちょっと太っているキャラクターであるっていうのがちょっとすごい違うとこですけど、とか、あとはスーパーガールのですね、シーズン1とかですね、あの辺もファッションシーンですよね。なんで、やっぱりなんか女性主人公で女性に見てほしいっていうので、結構ファッションシーンってこうやって、で働いてる人っていうのは出てきたりするわけですね。だから男性はあまり好まないっていうのも出てきちゃうかなと思いますね。続いて4つ目ですね、4つ目ですけど、最近そうですね、このスーツっていうのを見てるですね、トイック好きの人が多いんじゃないかなと思いますね。このいわゆる法律関係の、ね、会社で働いている主人公のハーフィーがいて、それとマイクがですね、コンビになるわけですね。まず最初のシーズンはマイクのなんていうか特殊能力が、目立つ感じだったかなと思いますけどね。なんか、いわゆる特殊能力、ホワイトカラーとか、ダメンタリストみたいなですね、主人公の特殊能力がちょっと目立つみたいな感じですね。まあ、ただ、今言った2つは刑事ものなのに対してこっちはですね、リーガルドラマというか、この法律関係の会社でやるわけですね。で、トイックには別にアトーニーたちは出てきますので、あんまり表だって出てこないですけど、出てきたりするので、まあまあまあ面白いかなと、ルイースのキャラクターが非常に、際立っててですね、好きなんですけど、レイチェル役のあのメーガンがですね、プリンス・ハリーと結婚してですね、有名にもなりましたよね、このドラマですね。で、あとはまあ、心理戦みたいなのを、紹介した中では、随分違った形の面白さがあるって感じですね。で、まあ、がっつり、なんていうんですか、法廷のシーンも出てくるんですけど、やっぱこう契約を取るとか、そういった方がメインなんで、主なやつですね。なんで、結構、まあ、ビジネスチックで面白いは面白いかなと思います。で、まあ、ちょっと難しいかなっていう印象ですね。レベルが高いかなという感じですね。で、リーガルドラマだけだったら、女性だったらですね、The Drop Dead Diva とかですね、っていうのがあったりとか、ちょっとね、リーガル系だけど、アグリベティ系のやつですね、のがあったり、これも好きなんです。まあ、こういう感じのドラマ好きなので結構ですね。とか、あとはボストンリーガーですね。ボストンリーガー非常に面白いですね。別ですね。ジェームス・ペイダーはそうですね。今は The Blacklist ですね。Blacklist っていうですね、ドラマ出てたりとか、オフィスのですね、最後の方のシーズンにも出てましたね。まあ、いろいろですね、4社4業というか、だいぶ違う、
欠点とかですねあるんですけど、まあ、何を楽しいと思うかがやっぱり一番重要なので、ね、コメディ面白いと思うのかですね、そのダーティーなジョークでも OK なのか、それともこのですね女性が好むようなです、ね、この上がっていく系が好きかで心温まったりするのが好きか、でまあ心理戦とかですね、なんか大人の男性が好むようなドラマですね、っていうのを好むかっていうので分かれると思います。4者4用のドラマですので、まあ何かしら見てですね参考にしていただければいいかなと思いますね。でそこで英語表現だけではなくアメリカの文化とかですね、アメリカのオフィスとか仕事っていうものがどういうものなのかですね、物自体だけでも面白いですから、電話機ってこんな形してんだとかですね、こういう形のオフィスってこういう風になってんだとかっていうのがいろいろと分かったりするので、ぜひぜひですねそういうのを活かしてですね、勉強に役立てていただければなと思います。はい、Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.